げちゃん。どうも、ハゲちゃんの時間がやってまいりました。ハゲちゃんなんですけど、なんでハゲちゃんってご存知ですか？つけたか。ご存知じゃないでしょうね。1回目なんて、一番最初に今見てると思うんでね。ハゲちゃんっていうのは、僕はハゲてるからです。ただそれだけです。なんですけど、みんなね、最近ちょっと YouTube やってますよね。なんか野球選手、野球終わられた方は結構やってますんで、まあ僕もやってみようかなっていうのもあるんですけど、まあいろんな人になんかこう、まあ社長さんであったり、野球の選手であったり、まあいろんなところをなんかこう、いろんな方に伝えていきたいなって思って、これをやろうと思いました。まあでもその中で、本当になんかもうみんながこう、会えない人、まあ有名人とかじゃなしに、なんかこう、変わったことをやりたくて、僕は。その人の中で、こんなこともあったんだろうかとか、こんなこともするんだろうとか、いろいろなことをなんか伝えていきたくて、これをやります。なので、今から、いろいろと、迷惑はかけないと思います。多分みんなに楽しんでいただけると思うんで、ぜひぜひ、見ていただければ、僕も嬉しいんで、毎日僕と会いましょう。小田康平ですけど、経歴、まあ、あまり言いたくないですけどね、経歴、発表します。発表しますっていうことで、1977年3月15日までですね、1977年というとね、何のあった日ですかね、僕もよくわかりませんけど、3月15日、最高の日に生まれました、僕は。魚座の A 型、ちょっとお茶目です。今、現在42歳。次の3月、来年の3月15日で、早生まれてですね、実43歳になります。こう見えて43歳です。よろしくお願いします。あと、中学校は立って、中学じゃないわ、小学校は、中筋小学校、中学校は立山中学校、ちょっとなんか危ない、ちょっと小学校、中学校ですが、中筋小学校、立山中学校を経て、市川高校に。しました。で、市川高校から、三菱重工神戸、そうですね、社会人に行きまして、3年終わって、読売ジャイアンツに4位指名を受けて行きました。その当時の、長嶋監督に取ってもらったんですね。で、長嶋監督に取ってもらったんですけど、その時に僕は動揺しまして、巨人4位なんかをかかると思ってなかったんで、まあ、他のチームかかるかなと思ってたんですけど、テンパって巨人巨位と言いました。それ逆だろうみたいな。巨人4位なのに巨人巨位って言っちゃってテンパっちゃったんですよね。そういうお茶目なとこもある魚座の A 型、3月15日小田康平なので、これからもハゲちゃんよろしくお願いいたします。読売ジャイアンツに、入団して4位で入団して、人的保障ですね。人的保障、野口さんっていうピッチャーの人的保障で、何年かな、まあ調べてください。僕もよくわかんないですけど、中日ドラゴンズに行きます。で、そこから、14年に引退しまして、ジャイアンツ8年、ドラゴンズ9年、17年間プロ生活をさせていただきまして、で、引退します。で、その後、3年4年して、今年からですね、愛媛マンダリンパイレーツという独立リーグ、四国アイランドリーグプラス、アイランドリーグプラスっていうところの、コーチをやらせていただいてます。監督には河原さん、巨人で活躍した河原さんが、監督してますんで、ぜひ愛媛の方にも足を運んでください。よろしくお願いします。ここでですね、小田さんのために、はいはいはい、アシスタントをご用意させていただきます。アシスタント、はい。何アシスタントって、アシスタントって何、よくあるあれ、アシスタント、はい、そうです。女性です。悪くないね。悪くないね。アシスタントででもちゃんとカバーしてもらわないといけないよ。もちろんです。だから、はい、女性だけどハゲなの。いやいやいや、ハゲではない。いや、さすがに。ハゲではないんか、はい、残念だな。アシスト役ですね。残念だな。俺がなんか髪の毛ないからアシストする、髪の毛あるみたいな、そんな感じのアシストできる人。そうですね。それだったら、ちょっと、はい、いいかもしれないね。はい。はい、まあ、これからその YouTube 活動をしていくということで、まあ、やっぱり一人だと大変な面がいろいろあると思うので、うん、そのアシスタント。
できるの俺のアシスタント。まあまあ多分めんどくさいと思うよ。大丈夫。はい、大丈夫と言っておりましたんで。はい、なんかちょっと呼んでくれる。はい、はい、どうぞ。こんにちは。あ、こんにちは。はじめまして。この方ですか。はい、大丈夫ですか、僕のアシスタント。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。頑張ります。ちょ、自己紹介してください。はじめまして、アシスタントのさきです。平成11年生まれのまだピチピチの二十歳です。平成11年何やってました、ママさん。11年俺が22歳。やばいね。はい、プロ2年目3年目ですね。あ、やばいよ。その時に生まれました。そんな人がアシスタントできるの本当に。大丈夫。大丈夫。はい、アシスタントしてもらおうかね、今度からね。やっぱりなんかいろいろと僕も、まあ、困ったことはないと思うけど、だからやっぱりこういろんな人に出会うから、まあ、その時もおられるっていうことですよね。ね、だからそれでまたいろんな話ができたらな。でも逆にですよ、やっぱり若い人とかの、ね、取材とかを来る時に、まあ、活躍するんじゃないかなっていうのは僕はありますね、今見た感じ。よろしくお願いします。絶対20歳じゃん。絶対20歳ね。20歳ですけど。今時じゃん。はい。今自分で立ち上げてるアスピラスロアというブランドのオーナーをやってて、で今頑張ってるんで、ちょっと詳しくはその YouTube の概要欄に載ってるんで、ぜひチェックしてみてください。で野球に関してはまだ全然わかんないんですけど、このチャンネルとともにいろいろこう小田さんに教えてもらったりとかで。成長できたらなと思います。お願いします。ブランドの社長してんの。はい、すごいねそれ。マジで俺の着れる服がある。ないです。ないのないのか。男はないの。女ばっかり。はい、あ、女もんね。レディースです。ほんならこれでも紹介したらすごくね、人気出るからね。はい、よかったね。でもお願いします。うん、20歳だね。何歳から何歳ぐらいまでの人なの、その服は。だいたい20歳とか、全然高校生からでも着れる服なので。で何歳まで、上は何歳ぐらいもできる。全然何歳でも大丈夫。マジで。はい、いけるらしいです。はい、YouTube してる人ね、結構ね、年配っていうかね、その上の方も結構多いんでね、ぜひ見ていただいて、まあその宣伝じゃないですけどね、ハゲちゃんですよ、この番組。はい、間違いない、師匠間違いないでください。これハゲちゃんですか。はい、もうでもね、ハゲの、まあまあ、さきちゃんの紹介ありましたけど、ハゲのね、ハゲちゃんっていうのはもうハゲだけのハゲちゃんですけど、ハゲの人ばっかりが見るんじゃないですよ、この番組は。はい、ハゲの人も特に見てくださいっていう。でもハゲの人はハゲ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 って今言ってますけど、ハゲはなんかみんな隠すことが多いんですけど、僕は全然恥ずかしいことじゃないと思います。なぜかというと、細胞が死んだだけで、別にどうこうっていう問題で死ぬわけでもないんでね。細胞死んじゃったね。細胞ね、細胞だけはね死んだけど、まあまあまあ、いろいろとなんかこう隠さなくても、この番組を見て、まあ、いろんな話を僕としていきましょう。はい、僕ハゲちゃん、いろいろ決めました、決め事。うん、一番最後、僕 の中日時代ですね、ジャイアンツを中日いたんですけど、中日時代に僕がたまたま、やりましたっていう言葉を、ヒーローインタビューで言ったのが、弁当となり、タオルとなり、服となり、手提げカバンとなり、まあ、いろんなところでなんかこう、使っていただいて、そのやりましたっていうのが今でもサインの横に書くんですけど、その言葉を一番最後のお別れの挨拶と、しようかなと思ってるんですけど、どうですか。いい。OK。そうか、いきましょう。わかりました。ほんとその最後で僕が3-2-1って言うんで、まあ全ての僕もその、最後のヒーローインタビューの時とかもそうですけど、やっとこの立ち台に立てました、やっと皆さんにこの報告できます、自分の中で中日に来てやりましたよっていうことで、僕はやりましたって自然と出た言葉です、これが。で、このハゲちゃんも最後にこの放送がもう全てなんかこう成功じゃないですけど、自分のなんかこう楽しく終わりましたよって、その気持ちを込めてみんなでやりましたと
あなたたちの見てる声は聞こえませんよ、僕には。僕には聞こえませんけど、なんかそういうのが欲しいなと。でもなんかその YouTube を見ながら、やりました。でもあの電車の中でやりましたとかって言ったら、結構みんな恥ずかしいんで、こいつどうしたんだってなるんで、その時は、やりましたみたいな感じでいいんで、いろいろと、まあ、家とかでは騒げる人もいるまして、いるし、嫌なことがあっても、なんかこうやりましたとか、なんかこう、いろいろありますんで、いろんな意味を込めてやりましたっていうことを最後に、やってみましょう。それでいいですか？はい、大丈夫です。練習します？練習。練習で？練習。練習です。3、2、1、やりました！みたいな感じですか？じゃあねみたいな感じで終わるんで、お願いします。ね、OK ですか？OK ですか？さっきは OK。OK。そんな感じでいくんで。最後だから、一番最後のそのサインとして、3、2、1、やりましたって言って、で、僕が最後に、これはもう本当決まり文句としましょうね。僕は最後に、炊飯器って言うんで、僕は炊飯器。炊飯器って知ってますか？炊飯器。ご飯作る。そう、炊飯器。炊飯器って言ったら、みんなで、じゃあで終わります。炊飯器。僕は炊飯器って言った。炊飯じゃん。はい、だから、そう。3、2、1、やりましたって言うだけに、炊飯器って言ったら、じゃあで終わります。でも、さよならって言う。でも、無理やりですね。無理やりじゃない。そうですか。無理やりでは。本番行きましょうか。行きます。3、2、1、やりました！炊飯器、じゃあ